高津笠信隆は、江戸時代前期の苦行。関白、高津笠信房の子。官位は、11位、関白、左大臣。文禄5年2月28日、正五位下女位、玄服、金時期雑法省殿。同年3月1日、右小野江検証省,省に助任。同年3月8日、14位下。慶長2年12月29日。 右この絵県中将に叙任。慶長6年正月6日、正四位下。同年3月19日、針馬ゴン森。慶長7年正月6日、樹三味。慶長11年正月11日、県中納言。慶長12年12月30日、肖像くらい。慶長13年正月7日、県大納言。慶長14年、 左この大将を兼任。慶長16年2月9日、12位。同年3月12日内大臣。慶長17年正月17日、左この大将を辞任。同年2月2日、正2位。3月18日右大臣となり、7月25日、関白の御事乗りを受け、同日、主張者、内乱平図義者随心一座宣言。 慶長19年正月5日、11位。玄名元年7月27日、関白を辞退。九条忠秀の左大臣辞退に伴い、左大臣となる。玄名6年正月13日、左大臣辞退。玄名7年11月19日公居。または、長年の患いで来病であったとの説もある。32歳。ありがとうございます。